あっちゃんです。今ね、フードレックスでね、ヤマトポークを買ってきたの。ヤマトポークとね、今週ね、赤肉メロンが特価でね、700円やったからね、それ買ってきたよ。で、あと、まあ、いろいろとね、ちょっと買ってきてんけども。で、サーロインをね、サーロインは880円やから買おうか思ってんけど、ちょっと今日はね、散髪が高くているから、ちょっと今日も我慢です。はい。まあね、この前英語はうらいよかったな。英語ランクの和牛をね買ってあるから、それ今日焼くから、あ、落ちた。椅子の上の下だったものが落ちた。よし。なんかね、今日ね、6月9日でロックの日とか言って、鳥がいっぱい、この中でね、なんかチラシ配ったらイベントするんだよ。で、高校生がめっちゃおったから、高校生とか小学生とかね、子供にでもめっちゃ配っとったから、なんか知らねえけど、子供向けのイベントやったのかも。一生懸命ポリのあれやろな。イメージアップしてんねやろな。怒られるな、あれ。なんかね、もうカムロみたいな頭だったな。近いよ、あ、虫に刺されたわ。近いよ。ちょ、いろんなところが赤い。いやさあ、どうしますかね。今何時だった？時計、5時か。5時です。帰ったら5時半、半ならんけど、まあ、5時10何分。ここからここメット行って、で、今日は焼肉。まあね、焼きながら食べたいけど、枕取るから、さっと焼いてね。もうご飯とか準備して、最後に肉パーン焼いて持ってこよう。塩だけ塩。ああ、足かいよ。しようかな。ピカに頼まれてんね。何時？7時、9時がここあかんのか。じゃあいけるな。お姉さんタバコ吸いながらチャリこいでる。吸うよりも風で持っていかれる方が多いやろ。チャリこぐ間ぐらいタバコ我慢できへんのか。お姉さん
すごいね。指示をしてくれて分からなかったよ。中の板金屋さんがこの向こうにあるから、そこにね、できてた時ね、よーく通ってて、昔道もできてなかったから、ここはよく通っていたよ。免許取り立ての頃、狭いしね、昔に、ここは雨の途中に
ゴルフキューブ乗ったの、ゴルフキューブやないかって言われるな。一番ボロい車ので何を言うねんって言われてる。それこそね、よいしょ、ちょっとね、豊屋局、ここはここからか、控えに頼まれたものを買ってきます。